札幌市内の歩道です今日は比較的歩きやすいと思って油断をしていますと、突然、このような氷がむき出しになった部分が現れるんですよね、かなり滑りやすいです、一つ一つの範囲は狭いんですけれども、これが町中の至る所に隠れているような状態となっています圧雪された歩道にむき出しとなっているのは、つるつるの氷。 札幌市では先週の暖かい気温から一点厳しい寒さの日が続いていますそこで気をつけたいのがつるつる路面積もった雪が暖かい気温で溶けた後急激に寒くなることで凍り雪道の転倒で搬送される人が増えているということです札幌市消防局によりますと札幌市内で最高気温がプラスになった11日には6人を搬送 そして一点最高気温が氷点下になった15日には38人が搬送されおよそ6倍に増加今週は昨日までで合わせて85人が転倒し救急搬送されているということですではどういった場所に転倒の危険が潜んでいるのでしょうか特に注意が必要なのがロードヒーティングとの境目です ここに水があります。で私の足にこう水がつきますね。足がこう、ここに落ちると、足の形で要は、溶けた水が落ちます。で、これがあの今、マイナス2、3度だと、もうそれこそ1分もしないうちに、ここ、氷の面になっていきます。そうすると、ここの部分だけが氷になっていくと。例えば地下通電機もそうですけど、何人もの人がこう歩いていけば、どん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 ここに水が供給されていきますんで、氷になっていくと。 冬道の転倒による怪我は特に足や頭部が多く、保護する対,し対策などが必要です。大きな怪我につながりかねない。冬道の転倒事故、足元をよく確認して歩くことが大切です。